すごいいいとこ。桜これ綺麗だな。おばちゃんだとあれだね。見事なっていうよね。まあ、さっきね、電磁波ね、犯罪者がね、私のことをね、ゴキブリ以下がとか言ってね、音声送信して聞かせてきたけどね、もうお笑いだよね。もうこの犯罪、特に音声が聞こえるようになってからね、4年半経ってるわけだよね。で、4年半前って言うと、私状況がね、あんまりよろしくなかったね。岩田氏を出てからね、全国放浪の旅に出たけどね。うん。で、まあ、それからずっと今に至るまで電磁波兵器使ってね、暴力を受けてるんですけどね、四六時中。でもまあ、この4年半の間に私のね、生活の方がね、良くなってね。で、ガスライティングも、ね、払拭してね、所詮犯罪者たちが間違ってね、私のこう悪口とかそういうのをね、まき散らしたことをね、まあ所詮デマですからね、デマを駆使して貶めるっていうね、手法をやってるますからね、そうか、公安暴力団たちがね、まあ、下船なやからで、ね。で、まあ、その間にこう私は生活、ね、社会的なね、そういうものをね、払拭してね、ある程度の信用をね、得てますね。うん。で、一方、その、ゴキブリ以下って聞かせてきた連中がどうなってるかっていうとね、まあ、岩田のね、なんとか組なんてのはね、私がね、岩田を出てからね、解散してるしね、ね、あとは他にも、ね、ストーカー学会なんかはね、もう会員が激減してるしね。うん。他にも、ね、こう、公安もね、ああやって、くだらない付きまといとか、ああいうね、ヘリコプター何やってて、どうね、撮影してやったらどうも、やっぱりね、評判がよろしくないようでね、いろいろ不利益を被ってるらしいですね。うん。で、まあ、ゴキブリ以下ってね、私を言ってるわけですけどね。そう言いながら暴力振るってるわけですけどね。うん。でもゴキブリ以下って言うか、ね、言う存在って言うとね、一般的にはハエとか蚊とかね、そういったものね、ものをゴキブリ以下って言うわけであってね。私をこれ、こういう顔してるんですけど、これゴキブリ以下かね。ね。で、まあ、それはともかく、ね。ゴキブリ以下やっつけるのにね、草加公安暴力団はね、ね、すごいね、ハイテク機器を使ってね、四六時中ね、人をね、つきまとい、ね、覗き見してね、つきまとってね、暴力を振るえる装置をね、一般国民が手にすることができない装置を手にしてね、で、それだけじゃないね、もう、すごい、こう、バックアップね、まあ何千人とか何万人とかいうね、バックアップね、組織のね、大きな組織のバックアップを受けてね、莫大な予算をね、使ってね、私をやっつけてやろうというね、ふうにやってるわけですけどね。だけど、お笑いなのはゴキブリ以下って思って、ね、ゴキブリ以下だったって言いながらね、もう、最初の電磁波照射が始まってから6年以上経つんですけどね。やっつけれないですよね。だからゴキブリ以下ってね、言うとそういう蚊、蚊やね、ハエのようなものでね、私たちそれパチンとか言って手でね、潰したりね、シューとかで殺すことね、殺虫剤で殺すことできるぐらいなものをゴキブリ以下って言うんですけどね、彼らはそれくらいの力を持っていて、ゴキブリ以下ね、と思っているね、私をね、叩き潰すことがね、できないはおろかね、逆に自分たちの方がね、
そのゴキブリかって思ってる相手にね、帰り口にあって痛い目にあってるんですよね。惨めな連中だよね。だからもう本当に国家の予算までね降りてるよね、あの警察からね、このスト電磁波犯罪はね。でまあそんなあれだよね。だからね、私をねゴキブリ以下ってね、でやっつけてやろうって言ってね、すごいね力使ってねやってるね、総括公安暴力団ね、ね、これはゴキブリ以下だってね言ってるわけだけどね、な、貴様はな、それだけのさっき説明したようにすごい力をな借りててな、一般国民が使えないような入ってな、こうストーカーな、入ってくるストーカー装置を使ってな、四六時中俺をなに電磁波照射してな、なやっつけるな力を与えられていながら何やってるのかっていうのな、ゴキブリ以下ってほざいたな、お前はなそれ以下だよな、はるかにもっと下のな微生物だよな。そうだよな、すごい組織の力借りてるわけだからな、ですごい組織の力、すごいな、な莫大な予算な、そしてすごいハイテク機器を使ってな、ずーっとやってるわけだ、ゴキブリ以下に対してな、長年な何年にもわかってダラ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 攻撃してて、やっつけれないどころか、かえってあだになってな、痛い目に遭っとるお前はな、何なんだかね、微生物クラスかね。まあそういうことでね、貴様な、俺はこうやってちゃんと顔を出しして喋っとるけど、お前はな、ゴキブリ以下って呼んだ以上はな、俺以上のことができなきゃな、おかしいよな、お前も顔出せやな、顔出ししてな、正々堂々とな、ゴキブリ以下だってな言っとる相手以上であることをな、実を持ってな証明してみせるよな、まあ、まあそういうことだな、くだらんことに時間を費やすのは嫌だけど、まあやっつけないきゃん連中でもあるからね、総括公安暴力団ね、幼稚な連中でね、こいつらもね、その、そう、ね、結局ね、ね、被害者だけじゃなくてね、程度の低い連中ゆえにね、後から全員ね、始末されるように、ね、細工されてるね、陰謀ですよね。うん。まあ、そういうことです。うん。綺麗でいいね。くだらないことに時間を費やすよりも、やはりこういうのを楽しむのが人間ですよね。モニターの前で、ね、大口叩いてね、相手から反撃されない正体をね、うん、悟られることもないとかね、そういうのをね、単に高くてモニターの前でね、調子こいつやってるなんてのはね、もう、ヤクザな世界でもね、使えないやつを半ピラさんにしたいからね、手たらくなやつだっていうね、ことですね、証明してね、いるわけでね。まあそういうふうに、そういう連中ですから私がやられることはありません。ね、加害者の方がね、おそらくね、末端加害者ほど、ね、殺処分にされて消される運命が待っていると見ています。いやー、綺麗だね。はい。